デモ装甲の回って知ってる？え、 MFG オフィシャルの攻略サイトにアップされてる動画のこと？そうそう、オンボードとドローンカメラの2画面構成で、全てのコースを同じ車で、多分同じドライバーが攻めてるんだけど、去年の最終戦でベッケンバウアーに塗り替えられるまではぶっちぎりのコースレコードだったらしいぜ。そいつ何者？すげえ気になる。神フィフティーンたちがモンスターマシンで攻め続けているのに、4年前にアップされたデモ走行のタイムが去年まで破られなかったなんて。 MFG の広報部は沈黙してるけど、よほど行動に特化した超一流のプロを起用したんだろうな。だけど車はクラシックカーだぜ。5速のマニュアルだし。今はもう街中で見かけることもなくなったよな。なんて言ったっけ？なんとかセブン。